イエーイ、せいやで。イエーイ、祝100曲コンプリート。はい、100曲コンプリート終わって、でその目的はなぜ100曲歌ったのか。それは、まああれは、ね、一種 のアルバムや、ね、あのやっぱほら歌をね歌わないっていうと、歌を歌わなければ歌わない人って歌下手になってるから、だから今ここで歌えるこのマックスの歌は、俺はもう多分これを歌う半年間歌わなかったらもうめちゃくちゃ下手になってるから、もうここでやり納めや、ね、もう俺は日本の曲は二度と歌わへんというやり納め。あのまあ、本来俺別に日本の曲歌ってても楽しくねえしみたいな、100曲歌ったからってカラオケでやんみたいな、まあ、何いくらカバーといったところで自分で作詞作曲もしなければ、そんなのはどんなにアレンジしたところでそんなものは人の真似やから、モノマネなんか興味ねえしみたいな、モノマネしたやつは勝手にモノマネ、モノマネ人を小バカにするようにモノマネしてればいいやんみたいな。アーティストの本か本領はあの完全にオリジナルでしょ。まあ、だからね、もう歌えへん。もう俺は100曲の歌い納めとして100曲やったんだ。で、ここからはね、もうブラックミュージックしか俺は歌わない。それはなぜかというと、一番楽しいから。はい、じゃあということで。それでは、ボーイズトゥーメン。そして俺はもう1ヶ月に1回くらいしかアップしない曲を。I'm just